図書館、6月のお話し会、絵本や紙芝居の読み聞かせなどの日程をお知らせします。町立図書館絵本コーナー、職員によるお話し会、0歳から5歳、6月17日土曜10時30分から、エプロンさんのお話し会、何歳でも、6月20日火曜10時から、お話の会タンポポによるお話の森、5歳から小学生、6月24日土曜14時から、ときがわ公民館図書室木質化コーナー、職員によるお話し会、6月3日土曜10時30分から、お話の会タンポポによるお話し会、6月10日土曜14時30分から、絵本、虹色の世界、紙芝居、小人の靴や、作って遊ぼう、お楽しみ。おすすめ本、図書館の担当者がセレクトしたおすすめの本をご紹介。知って飲もう牛乳。6月1日は世界牛乳の日として、国連食糧農業機関が提唱している日です。日本でも、同日を牛乳の日、6月を牛乳月間としています。コロナ禍でたびたび牛乳の余剰が話題となり、消費を呼びかける今、牛乳や酪農について考えてみませんか？今月は牛乳や乳製品に関する本を紹介します。大切な牛乳、キッチンミノル著、白泉社。姿を変える食べ物4、牛乳が変身、笠井緑監修、学研プラス。酪農お母さんが教える台所チーズ、スローライフミルク研究会編、農産漁村文化協会。電子図書館ご案内。比企広域電子図書館、比企 e ライブラリー。電子図書館では、新着資料や暮らしに役立つ子どもの本おすすめなどのテーマを設けて紹介しています。ぜひご利用ください。新着図書、すべて君に宛てた手紙、長田博市長。全国昔町巡り。庭に欲しい木と草の本、草木や著。脳トレ童謡、唱歌懐かしい名曲70選、大原秀樹編。すごい、家計の自衛作、清水勝彦著。ときがわ町に在住の方の利用登録、ときがわ町立図書館またはときがわ公民館図書室でお申し込みください。図書館利用カード、住所確認ができる証明書、運転免許証、マイナンバーカード等をお持ちください。図書館カレンダー、6月の閉館日をお知らせします。図書館図書室の休館は毎週月曜です。30日金曜は図書館の休館日です。図書館カレンダーを終わります。町立図書館開館時間、火曜日、金曜日から日曜日、9時から17時、水曜日、木曜日、9時から18時。貸し出し冊数、期間、一人図書、雑誌を10冊、紙芝居を5点、ビデオ、DVD を2点まで、15日間借りられます。公民館図書室、開館時間、火曜日から日曜日、9時から17時。貸し出し冊数、期間、一人図書、雑誌、紙芝居、CD1 点までをまとめて5冊まで、15日間借りられます。図書館、図書室が閉まっているときは、ブックポストをご利用ください。ビデオ、DVD、CD、紙芝居は壊れやすいので、カウンターへ返却をお願いします。町立図書館公民館図書室では、
書籍図書のリサイクル無料配布を行っています。情報掲示板シルバー人材センター会員募集、問い合わせ時川町シルバー人材センター、電話 66-0220、 埼玉土建住宅デー、住宅相談、相談は無料、包丁研ぎ、まな板、スリッパ、花の販売などを行います。新築からリフォーム、小さな工事でも家のことなら地元の建築プロが親切丁寧に相談を賜ります。安心してお任せください。日時6月11日日曜10時から15時、受付14時30分まで。場所時川町役場本庁舎北側駐車場。問い合わせ埼玉土建比企西部支部、電話 66-1120。 自衛官募集案内、問い合わせ自衛隊埼玉地方協力本部熊谷地域事務所、担当黒沢、電話 048-522-4855。 無料法律相談会、埼玉司法書士会では無料の法律相談会を開催します。問い合わせ埼玉司法書士会事務局、電話 048-863-7861。 国営武蔵丘陵森林公園見頃のお花ご案内。梅雨の季節は味のある草花が見頃に、緑に囲まれながらの公園散策をお楽しみください。梅雨時の花といえばアジサイ。彫刻広場では彫刻作品に寄り添うアジサイが、渓流広場では流れを彩るアジサイが6月から7月上旬までそれぞれお楽しみいただけます。また白く透けるような姿が神秘的な銀鎏草は、あざみ窪沼や泥沼周辺でそれぞれ100輪ほどが6月いっぱい自生しています。ボーダー花壇は6月から7月が花盛り、宿根草を取り入れた庭作りの参考にもおすすめです。日時9時30分から17時、休園日6月から7月10日までの毎週月曜日および7月18日他季節により異なる。入園料大人450円、65歳以上210円、中学生以下無料。なお別途駐車料金が普通車1日700円です。問い合わせ国営武蔵丘陵森林公園管理センター、電話 57-2111。 労働保険の年度更新について、令和5年度の労働保険、労災保険、雇用保険年度更新及び石渡健康被害救済法の一般拠出金の申告納付は7月10日までです。申告書、納付書は5月末に発送予定です。期間中にお早めの手続きをお願いします。労働保険の年度更新とは、労働保険料は年に一度その年度の見込み賃金等をもとに雇用保険料と労災保険料を算定申告し、会社がまとめて前払いします。これと同時に昨年度に支払いをした賃金等を申告し、保険料を確定させ過不足の調整をします。これを労働保険の年度更新と言います。手続きや事務処理などでお困りの方は、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合時川町商工会に事務委託をすることができます。事務組合は事業者が行わなければならない事務手続きを事業主に代わり処理する団体です。事務を委託すると次のような利点があります。
1. 事務処理が軽減できます。 2. 労働保険料を年3回に分割納付ができます。 3. 事業主や家族従事者が労災保険へ特別加入ができます。お問い合わせは労働保険事務組合時川町商工会、電話 65-0170 柴崎田畑までお尋ねください。求人企業合同面接会、県内企業多数参加予定です。採用担当者と直接話してみましょう。問い合わせ埼玉県雇用対策協議会、電話 048-647-4185。 2023年度税務職員採用試験、税務署や国税局において税のスペシャリストとして勤務する税務職員、国家公務員を募集します。問い合わせ関東信越国税局人事第二課試験係、電話 048-600-3111 内線2097。埼玉ピースミュージアム、収蔵品展、昭和の暮らし、戦前、戦中、戦後、6月24日土曜から9月3日日曜。ギャラリー展、写真で見る埼玉の昭和、期間5月2日火曜から7月30日日曜。ソプラノ歌手伊藤千恵チャリティーピースコンサート、日時6月25日日曜13時会場、申し込み6月23日金曜までに来館し受付にて申し込み。戦争体験者証言ビデオ上映、無料、先着160人、申し込み不要。銀河の舞台に入り沖縄戦に参加、6月10日土曜11日日曜13時から。父の戦死と祖父の遺言、6月24日土曜13時から。映画会、無料、先着160人、申し込み不要。裸足のゲン2、6月3日土曜13時30分から。裸足のゲン3、6月10日土曜11日日曜13時30分から。歴史の涙、6月17日土曜18日日曜24日土曜13時30分から。問い合わせ埼玉ピースミュージアム、埼玉県平和資料館、電話 35-4111。 開館時間9時から16時30分、入館は16時まで。月曜日休館、入館料無料。ここまでの担当は馬場でした。時川町観光協会ここから通信6月号。トピックス1、6月の見どころ、時川花菖蒲園。住民花づくりグループ花菖蒲を育てる会が役場本庁舎西側の遊休農地に整備した時川花菖蒲園は、毎年6月上中旬頃に花菖蒲が色鮮やかに咲き揃います。時川の右岸沿いに位置する7000平方メートルの園内で、川面を渡る爽やかな風と植え付けられた約5000株の花菖蒲をお楽しみください。花菖蒲園にお越しの際は役場本庁舎など周辺駐車場をご利用ください。トピックス2、中学生と取り組む環境美化活動。4月27日木曜に時川中学校と連携した環境美化活動を行いました。
中学校がボランティアで行う県道沿い歩道の清掃美化活動、彩の国ロードサポートに対して、観光協会から花の苗400株を提供したもので、この日は2年生が熱心に花植えに取り組みました。大型連休中、この花壇が町を訪れた方の目を楽しませてくれたようです。この活動には、サンバ渓谷駐車場でいただいた環境整備協力金の一部を充てています。花菖蒲の写真と美化活動の中学生の写真があります。お知らせ。夏休み期間中、サンバ渓谷駐車場の駐車料金が2000円になります。7月22日土曜から8月31日木曜までの夏休み期間中は、サンバ渓谷駐車場にスタッフを配置し、駐車料金が2000円になります。町民の皆様には、駅前案内所にて無料駐車券をお配りしておりますので、駐車場をご利用の際には駐車券を忘れずにお持ちください。弓立山山頂の来訪者数を調査中です。近年、低山ハイキングの人気スポットとなりつつある弓立山の山頂と田中市内の登山口の2地点で来訪者数の調査を行っています。各地点には手動式のカウンターを設置してありますので、ハイキングコースを訪れた際にはお一人1回ポチッと押して調査にご協力ください。弓立山の山中の氷柱のそばにカウンターが設置してある写真があります。ときがわ町観光協会電話 59-8694 ときがわ町役場商工観光課 65-1584 防災無線。何を言っているのか聞こえなかった。そんな時には電話で防災無線を聞ける防災行政無線テレフォンサービスがあります。電話 080-0800-8432 無料です。問い合わせ総務課電話 65-0401。町民文芸短歌。目覚むれば、密かに仕事が待っている。牛歩のごとく前に進もう。目覚むれば、密かに仕事が待っている。牛歩のごとく前に進もう。玉川加藤よし。保育園、年少クラスの末っ子も、おトイレおしゃべり急成長。保育園、年少クラスの末っ子も、おトイレおしゃべり急成長。玉川、吉沢まりな。七人の、かわいいひ孫、我が宝。戦なき世が続きますよう。七人の、かわいいひ孫、我が宝。戦なき世が続きますよう。田黒、塩崎より子。三世代、新車に乗って山麓へ、溢れる緑、広がる笑顔。三世代、新車に乗って山麓へ、溢れる緑、広がる笑顔。田黒、土屋新一。正月に、ひもがが来るとお年玉、袋に入れて待つ年の暮れ。正月に、ひ孫が来るとお年玉、袋に入れて待つ年の暮れ。本郷大島つる子。宝箱、中に残りしこの切符、京都四国フルムーンの旅。宝箱、中に残りしこの切符、京都四国フルムーンの旅。
別所、朝倉美智子。城跡の桜大樹の下に立ち、時空思えば我は消し粒。城跡の桜大樹の下に立ち、時空思えば我は消し粒。田中岡野京子。山旗に今日も三度の水くれを、昨日気づかぬ目は土割りて。山旗に今日も三度の水くれを、昨日気づかぬ目は土割りて。西平新井行園。春光る河原の波と雲の波、歌いたくなる恋泳ぐ風。春光る河原の波と雲の波、歌いたくなる恋泳ぐ風。西平新井恵子。いろり火の向こうに妻の姿見ゆ、静かな夕べ、うたた寝の時。いろり火の向こうに妻の姿見ゆ、静かな夕べ、うたた寝の時。西平小池清子。二人して今年の桜見られたね。また来年も見れたらいいね。二人して今年の桜見られたね。また来年も見れたらいいね。雲河原池上雅子。8月号掲載の短歌作品を募集します。はがきまたは電子メールに作品1点未発表を楷書で記入し、6月30日までに投稿してください。締め切り日の消印有効。また漢字にはすべてルビを明記してください。電子メールでの投稿は件名を町民文芸としてください。対象は町内在住の方のみです。ペンネームや画号を使用の方は本名も必ず記入してください。裏表紙、時川散歩13。花菖蒲園、大字玉川地内。紫、薄紫、白。梅雨入り前の明るい空の下、艶やかな和装美人のような花菖蒲が見頃を迎えている。この日は8時頃から描き始め、大体の下絵が描き終わった10時頃から急に人出が増え、賑やかな観光地へと様相を変えていった。そして夕方、花柄摘みの作業が始まる頃には、また静かなしっとりとした花菖蒲園に戻っていく。色とりどりの花菖蒲が咲き誇っている絵があります。絵と文、大島時枝さん、大字本郷出身。編集後記。6月号は交通安全の特集。道路でヒヤッとした経験は誰しもあることかと思います。交通事故は人と人の操作で起こるもの。すべての人が自分の能力を過信せず、交通ルールとマナーを守ることができれば、事故は減らせるはずです。事故に遭いたい人はいませんから。しかし、乗り物が好きな3歳の我が娘は、おもちゃの清掃車とクレーン車が事故を起こしてパトカーがやってくる遊びをよくしています。全くもって不謹慎。ちゃんと警察に連絡していることだけ褒めています。小坂。人口と世帯、5月1日現在、総人口、1519人、前月比マイナス5人。4月の動き、出生4人、死亡20人、転入等47人、転出等36人。男5334人、プラスマイナス0人。女5185人、マイナス
5人、世帯数4739世帯プラス8世帯、方法時川第207号、令和5年5月26日発行、編集発行、時川町総務課、郵便番号 355-0395、 時川町大字玉川2490番地、電話代表 65-1521、 ファックス 65-3631。 以上で広報時川6月号の朗読を終わります。朗読完成5月31日。ここまでの担当は小野田でした。この後には何も録音してありません。